16時5分ですね。ここは宮城県の何市になるのかな、白石警察署だから白石市になるのかな、小原地区。さっきから言ってた岩石のところ、材木岩でしたね。石の壁が、岩盤が材木の目のようになってるっていう場所なんですけど、ガマの方かなと思ってちょっと今覗いたんですけど、違ってましたね。ホタルがいそうな感じの雰囲気。これは先ほどの七ヶ宿ダムの下流ですよね、おそらく。あ、見えますね、すぐに。あれが、あれは違うかな、あれは単純に木の幹かな。材木岩公園。今日は金曜日ですからね。ちなみに皆さんはお仕事をしていますよ。登別白石姉妹都市締結20周年記念。これは何の屋敷なんでしょうね。前からあったんですけど、前はもっと若かったので何も考えずに見てましたけど、これが材木の目に見える。材木っていうよりも樹木ですね。樹木。あれがみんな岩盤だっていうことですね。
どうなってるか、それを見たんだよ。
ありがとうございました。
ここは白石市なんですね。白石市、宮城県白石市でした。宮城県生まれなんですけど全然わからないです。真っ赤だった白石市。